ジャンマリー・ヒューロットは、フランスのコンピュータ科学博士、コンピュータソフトウェア開発者。フランス語での発音は、ジャンマリー・ユーロが近い。マッキントッシュソフト、SOS インターフェースの開発に携わった後、スティーブ・ジョブスが創業した直後の1985年にネクストへ入社、ネクストステップの開発に携わり、インターフェースビルダーの開発を担当した。また、 アップルに2001年加わり、2005年までアプリケーション開発担当責任者として、MacOS 天井の添付ソフト、i c カルと iSync を開発した。また、ホタピーディアの CEO を務めた。2019年6月17日に死去。65歳没。スティーブ・ジョブズワズントイーブン n o k ウィズ・グーグル・ハイリング、フォーマー・アップル・エンジニアズ・ハット。 ジーンマリエハロエル産んでペアデールアップルアイフォーンエディエシーエディエレスネムエアールイキュウエスドットコム h t t p s w w レスノメリケーズドットコムビジュネットジョンマリエハロペレスアップルアイフォーンエディシド n 八万八千二百八十七 h t m l 二千十九年六月二十三日閲覧 ありがとうございます。